タゴラス、ユークリッドと12歳のアインシュタイン、ジェームズ・ガーフィールド米大統領の共通点とは？エレガントな方法でピタゴラスの定理の証明をしたことです。これは直角三角形における直角と隣り合う一辺の二乗と他辺の二乗との和は斜辺の二乗に等しいという規則で、つまり A 二乗プラス B 二乗イコール C 二乗ということです。これは幾何学における最も基本的な規則で、実務的な応用の基礎となるものです。例えば安定した建物の建造や GPS 座標の三角測量などで用います。定理の名前の由来となったピタゴラスは紀元前6世紀の哲学者で数学者でもあります。しかしこの定理はその1000年以上前から知られています。紀元前1800年頃のバビロニアの粘土板にはこの定理を満たす15通りの数字の組み合わせが記載されています。歴史学者の中には古代エジプトの測量士が3、4、5といった数字の組み合わせで直角を作ったと推測する人もいます。測量士が12等分に結び目をつけた縄を使って辺の長さがそれぞれ3、4、5の三角形を作れたというのです。ピタゴラスの定理の逆からこの三角形は直角三角形のはずです。よって直角を得られるのです。紀元前800年から600年に書かれた知られる限り最古のインドの数学書には、正方形の対角に渡した縄を一辺とする正方形を作ると元の2倍の面積の正方形ができるとしています。この関係はピタゴラスの定理から導き出せます。数学者や測量士が知っていたものだけでなく、平面上のどの三角形についてもなぜこの定理が真であるとわかるのでしょうか。証明できるからです。証明には数学の既存の定理や論理を使ってある命題が常に真であることを示します。古典的な証明はピタゴラス自身による再構成という戦略を使います。辺の長さが A と B で斜辺が C の合同な直角三角形4つを考えてみましょう。これらの斜辺で正方形を作るように並べます。このエリアの面積は C 二乗です。今度は三角形で2つの長方形を作ると両側に小さな正方形ができますが、これらの面積は A 二乗と B 二乗です。ここに鍵があります。この図形の総面積は変化せず、各三角形の面積も変化していません。ですからこの一つ目の空白部分は C 二乗で、もう一方の空白部分である A 二乗プラス B 二乗と等しいはずです。別の証明は同じくギリシャの数学者のユークリッドによるもので、その約2000年後に12歳のアインシュタインも考えた証明です。この証明では直角三角形を二分して2つの三角形の対応する角が等しいときは、その辺の比も等しいという原理を用います。この3つの三角形は相似で、辺についてこれらの式で表すことができます。次に項を整理します。最後に2つの等式を足して AB 二乗プラス AC 二乗イコール BC 二乗、つまり A 二乗プラス B 二乗イコール C 二乗です。この証明では平面重点、つまり幾何学パターンを繰り返して視覚的に証明します。仕組みはわかりますか？ここでビデオを止めて考えてみましょう。さて回答です。ダークグレーの正方形は A 二乗、ライトグレーのものは B 二乗です。青い線で示したものは C 二乗です。青い線の正方形はダークグレーの正方形1つとライトグレーの正方形1つを含んでいて、ここでもピタゴラスの定理を証明できます。自分を納得させたいなら、直角三角形の周りに3つの正方形の箱をつけたターンテーブルを作り、一番大きい正方形に水を入れてターンテーブルを回すと、その水は残りの2つの正方形を完全に満たすはずです。ピタゴラスの定理の証明には素晴らしいものから曖昧なものまで350以上の方法があります。あなたもオリジナルの方法を加えることができますか？数の中には禁止されるほど危険とみなされているものがあることをご存知でしたか？このビデオで違法数の意外な歴史を掘り下げよう。
まだの人はこのチャンネルに登録してください。